何で言ってんの？これ、うん、これなグラフェンって言って、ファイングラフェンって言うんやけど、筋肉痛の時とかだけじゃなくて関節痛とか、うん、そういう時もめっちゃ効く。超調子いい。でもガチで効く。もう筋肉痛がやばすぎる。じゃあ俺も極力のことない限りさ、あんまり使いたくないね。もったいないからさ。そうだから筋肉痛の時と怪我した時と、もう結構関節すり減っていって、股関節とかさしんどなる時あるやん、うん、そういう時に超塗る。めっちゃいいよ。これ塗り方があって、もう今3回塗っちゃったんやけど、うん、もうほんまちょっとにちょっとだけつけて、うん、そう痛いところの周り、後ろから前まで全部を薄く塗り、もう塗りつぶすっていうか、もうファーって塗って、でそれを3回、乾いたらもう1回塗ってっていうのを3回繰り返す。結構すぐ乾くの？うん、結構乾く。ちゃんとこうやってやって伸ばせば、で後ろ痛くても後ろ塗って、前も塗って、首も塗ってみたいな。めっちゃ軽なるもん。で軽くなっちゃうからこっちも塗っちゃうね。痛くない方も。もうすげえ調子いい、うん、やっぱりさ毎日サーフィンしてさ、肩とかさ背中って使うやん、うん、特にさ首の後ろ、僧帽筋の方とかさ結構使うから、やっぱりケアした方がいいよね。そうこうやって軽く塗ったら、だんだんこの湿気出たのが乾燥してくるから。なあこれ2回目、多分仕事で腰とか疲れてる人とかも絶対塗った方がいいよね。うん、俺もヒロトも塗り替えたら超いいから。でも中腰だからな。腰とかに一回塗ったよな。うん、それ飛行機肌とかが完璧やね。ストレッチして、ストレッチャーもまずマスターやから、がっつりして、それでもやっぱり凝ってるっていうか張ってるとこあるから、そこにもう超絶周りに塗って、なんか軽くなるから気持ち的にもめっちゃ楽。なるほどな。そう、筋肉痛もだいぶ早い、抜けるのが多分、うん、よし、これで完璧。 OK、 いい感じ。よし。